皆さんこんにちは。サスケ完全制覇者の森本です。今回はですね、トランポリンのコツについて、解説したいと思います。で、トランポリンなんですけれど、結構サスケの歴史の中で、長く使われてきた器具の一つであります。サスケで言うと第5回大会で、ジャンプハングが初めて登場して以来、ずーっと使われ続けてきたその器具になります。で、本当に実力者含めて一般の方もそうですけれど、多くの方がリタイアしたエリアになっていまして、それをうまく使いこなせるかどうかっていうのは、今のサスケでファーストステージをこうクリアできるかどうかっていうのを左右するところにもなりますので、今日はそこのところをちょっと詳しく解説していきたいと思います。トランポリンのコツなんですけれど、僕が思うにコツは、2つあります。で、1つは、トランポリンを踏む位置になります。このトランポリンのどこを踏んで飛ぶかっていうところですね。で、二つ目が、弓のイメージを持つっていうことです。ここはちょっと、もしかしたら分かりづらい方がいるかもしれないですけど、弓って低い弓です。こういうやつですね。やって、こういう弓のことです。このイメージを持つっていうのが大事だということです。で、順番に、説明していきますけれど、まず1番の踏む位置についてなんですけれど、こちらにちょっとトランポリンの絵を描かせていただきました。進行方向が、こっちだとしますと、この真ん中か、あるいは、この真ん中よりちょっと前ぐらいを踏むのが理想的です。ですけれど、ほとんどの選手がやっぱり本番結構舞い上がっちゃってて、一生懸命すごいスピードで走って行き過ぎちゃうんですね。行き過ぎちゃって、このトランポリンの前のオレンジ色の部分を踏んじゃうと。なので、トランポリンの反発が得られずに、目標物にこう届かずに落ちてしまうと。そういうリタイアの例が非常に多いです。で、この前に行き過ぎっていうのをどうやって防ぐかですけれど、まず一つは、自分が何歩の助走でトランポリンを踏むかっていうのをあらかじめ決めておくっていうところですね。それを決めておけば、必要以上にこう、例えばいつも3歩で行ってたのに本番は4歩で走って行き過ぎたとか、そういったミスは防げるかなと思います。できるだけ練習と同じ歩幅で行くっていうのが大事じゃないかなと思います。で、あとですね、意識としては、例えば僕の場合3歩で助走をしてジャンプをするんですけど、最後の一歩をかなり大きめに取るようにしています。トランポリンを踏む前の一歩をかなり遠くから、最後の一歩を踏んで、で、ジャンプするという感じです。で、これはなんでかというと、この手前を踏みすぎて落ちる方ってほとんどいないんですよね。なぜかというと、助走で前に向けて勢いがついていますので、前には勝手に行くんです。なので、気持ち遠めから飛んであげると、ちょうどこの真ん中か、それより少し前のところを踏むことができます。で、これが走りすぎてこのトランポリンの近くまで行ってしまいますと、その走った勢いで思ったより前踏んじゃうんですよね。それが結構失敗例で多いかなと思います。そして、この踏む位置っていうのを正確にするための助走の仕方というのがあるんですけれど、ポイントはこの視線になります。
どこを見るか。で、非常に重要なのが、助走の時、飛ぶ直前まではトランポリンを見続けるっていうのが大事になります。やってしまいがちなミスとしては、まあ、目標物、今だったらドラゴングライダーで掴むバーがありますので、そのエリアに到達した時にそのバーばっかり見てしまうというのが非常にまずい例になりますね。なぜバーばかり見てしまってはいけないかというと、トランポリンがこう見えないんですよね。見えないので、正確な位置を踏めずに落ちてしまうということです。で、実際にですね、僕がカメラをつけてですね、助走してみた動画がありますので、ご覧いただければなと思います。まずは悪い例の動画からご覧いただきたいと思います。はい、今ご覧いただいたように、まあ、ずっとこの目標物のバーを最初から最後まで見続けてるっていうのがわかると思います。これだと足元が全く見えないですよね。なので、まあ、その正確な位置も踏めないし、ちゃんとした踏み切りができないっていうことが起こってしまいます。それでは次は良い例を動画で見てみたいと思います。はい、動画を見ていただいたように、まずですね、目標物ではなくて足元をこう見ます。足元を見て、まあ、トランポリンをずっと見てるわけですね。で、最後までこうトランポリンを見ながら、で、正しい位置をこう踏めたらパッとこの目標物の前のバーを見ると。そしたらですね、跳躍がきちんと成功したらもう目の前にそのドラゴングライダーのバーが来ますので、あとはそれを掴んであげるだけというところになります。まあ、なかなかですね、慣れてない方はその目標物を見ずに、助走するっていうのは多分怖いと思います。なのでこうどうしても飛ぶ先のその掴むところを見てしまいがちなんですけれど、それが失敗につながってしまうということですね。続いては2つ目のこの弓のイメージを持ちましょうというところなんですけれど、まあ、これパッと聞いたらちょっとよくわからないなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、トランポリン横から見ますと、まあ、こうなってて、で、このオレンジの部分と白い部分があって、白の部分がこう踏んだらビヨーンって伸びるんですね。ビヨーンって伸びる。で、こう人が足で踏むんですけど、ここの部分ですね、ここが弓になってると思ってください。で、例えばこの弓をですね、これぐらい引っ張ったとします。で、2つ目はこれぐらい引っ張ったとします。まあ、明らかに2つ目の方がより引っ張ってるというところですね。で、まあ、どちらの 弓が遠くに飛ぶかというと、まあ、もちろんこっちの方が遠くに飛びます。で、これと同じ原理で、このトランポリンを考えないといけません。で、やってしまいがちなのがですね、トランポリンに慣れてない方って、これがこう沈み切る前にジャンプしようとしちゃいます。なので、まあ、これぐらい踏めればいいんですけど、もっと手前のこれぐらい浅い踏み込みの時にもうジャンプしようとしちゃう。なので、弓が引き切れてないので、自分の体も遠くまで飛べないという原理になります。なので、大事なことはこのトランポリンをそこまでできるだけそこまで踏んであげる。
そして、一番底まで踏んだ時に足に力を込めて飛べば、高いジャンプができるということになります。まあ、ですけれど、これ本当に 0. 数秒とかその一瞬の間なんですね。気持ち遅めに飛ばないといけないって感じなんですけど、まあ、遅すぎても、その自分の踏み込みの力がまたこう、せっかく踏み込みの力で沈めたものが戻ってきてしまいますんで、遅すぎてもダメと。なので、このタイミングっていうのをしっかり、身につけておくことが重要になります。このようにですね、弓の原理っていうのがあるんですけれど、まあ本番なかなか緊張してて、このタイミング、守れるっていうのはなかなか難しいです。まあやっぱりこう緊張しちゃってて、初めての方とか特にこうとにかく思いっきりジャンプしようっていうので、勢いよく走ってって、こう、思いっきり踏み切るんですけど、これが下に行く前にこう自分の足でこうジャンプしちゃうんですよね。なのでこうむしろこのトランポリンの沈み込みで自分の脚力が奪われて、全然ジャンプ できずに落ちてしまうと、そういうパターンになってしまいます。ではですね、2つのポイントを説明させていただきました。このポイントを踏まえた上で、最後に僕の実際にトランポリンを飛んでいる動画を見ていただきたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。それではまた。